自分を選んで初陣に出撃だ。台を使って。なんでかっていうと、え、知りたいのかい、知りたいのかい。すぐにリタイアさ。このやり方多分みんな知ってると思うんだけど、知らない人がいたらね、まあ別にこれ不正とかではないんで、公式のやり方なんでね、教えたいんですけども、今のさ、使用回数、今のモンストってさ、使用回数で HP 上がるの知ってます？皆さん。最大1000回まで。上見てほしいんですよ。名前の下。使用回数348回。イコール HP が348アップしてんのよ。これ最大1000まで行くって言ったじゃないですか。使用回数1000回超えれば、まあ、最大1000なんだけど、1000アップするということで。めちゃめちゃ HP がアップするんですよ。で、この回数を増やすには、例えばなんだけども、例えば、初陣選んで、自分自身を選んで。これ、第4位、4人いるじゃないですか。で、出撃するじゃないですか。これ、4回使ったことになるんですよ。うん。4回使ったことになる。だから HP を見てほしい。906、今、11968でしょ。11968。Do you understand? みんな覚えた ?11968。968を覚えておいてくださればと思います。で、もう一回入るじゃないですか。うん。968覚えてますね、皆さん。11968。968。はい。984になってるんですよ。はい。なので、まあ、こんな感じでどん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  HP 上げて、今日の夜の超究極までに1000回目指して頑張っておるところ、まだやってない方いたら頑張れよ。はい。そんなわけで、ちょうど来たね、一体確定集結天使の福音ね。一回限り無料で引ける上記5体の限定キャラのうち一体確定配るんですよ、無料で。やばいって。左からザドキエル、アンダリエルじゃん、なんだこいつ。メタトロン、カマエル、サンダルフォン、一番使えない子、ラミエル、でもレア。はい。ラックを見ていただきたい。ザドキエルだけが、運極じゃない。つまり、ギコちゃんが狙うのは、ザドキエルのみ。みんなは何を狙って何が当たったかな、ぜひともコメント欄書いてってねー。つうわけで、行きましょう。よし、よし、よし。ガチャルバ必ずカミエル、ラミエル、ザドキエル、サンダルフォン、メタトロン、いずれ一体が当たる無料ガチャー、半端ねー。ザドキエル来い。普通のガチャリドラなんだね、そこは。なるほどね。しかもオーブ使ったことになってんのね。オーブじゃないのに。ありがたいね。ザドキエル来い。バカ野郎。まあでも、サンダルフォンだろ。ツイートしないけどね。うん、シェアしないけどね。サンダルフォンだったから。え、待って、サンダルフォンだろ。サンダリじゃねえよ、サンダルだよ。あのね、進化前でいい。あ、進化でいいや。進化を、取っておこう。うん、これ、紋章力。うん、紋章力。しっかり紋章力。ね、はい、ありがとうございました。ということで、この後は、下髭さんの天使ガチャの動画でございます。レッツゴー！いや、今日バラン来ますね。どうも下髭です。こんにちは。どうもこんにちは。4連休初日、どうもこんにちは。これ昨日の発表までギリギリ待ってたんですよ。で、昨日のうちにしとけばよかったんだけど、さっき思い出したんで、ちょっと今ここでね、忘れないように挑戦権させてもらいました。いやね、こんな感じなんだけどね、なんか側筆の方がいいよっていう風にも僕もね、言われたりとかもしたので、まあでもとりあえずまあこれで挑んでみようかなって感じですかね。まあ後のキャラクターはまあ難しいね。ノンアルとか。ジンがいいんじゃないかとかいろいろ言われてるけど、全部今手に入らないもんね。それもしそうだとしたら大だけなんじゃないね。まあということでガチャの更新が来てますね。ギコちゃんの方ね、先もちろんね上がってると思うんですけども、じゃあ僕の方もちょっと引きたいなと思います。ザドキエルは僕持ってんの、あとね、ここにいないんだけど、ザドキエルはね、あっち持ってんですよ。イースターのところのやつが持ってるんで、ザドキエル、今これパッと見るまでね、俺ね、全部持ってるかと思ってた。だとしたら、
ザドキエル、メタトロンだね。この辺で行こう。カマユ強いけど、もういいかな。とりあえず3体いるから。ということで行きましょうか。あれだね、ここの天使が刺さるっていうオチは今回ないよね、今日はね。はい。まあ、そこに合わせて、なんかまたおかしいね、ごめんね。そこに合わせてなんか起きたってわけではない、ザドキエル。一番多いやつだけど、まあいいでしょう。地震艦隊組めるもんね、重心化でね。うん、強い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 。まあ今回の五大天使のね、中の重心化の中でもね、他も強いんだけど、特に強いとは僕も思うんですけども、汎用性という意味でね。ということで、21時から、ギゴちゃんも挑むし、いろんなところも挑むと思うけども、とりあえずギゴちゃんの方見てね。以上、勝利でした。さよなら。